はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ザッキーです。ただいま深夜の1時でございます。こんな時間に何をしているかと言いますと、皆さんね、この ADV160 やっぱり気になるところとしては、どれだけスピード出るんやっていうところですよね。やっぱり気になるところなので、これから今目の前に見えております御苑の下を通過する長いトンネルがあるんですけど、ちょっと前のタクシーが怪しい動きするんですけど、フルスロットルでどれぐらい走れるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。いや、マジで怖かった、まあ、タクシーがね、まさかのあの位置から入ってくるっていうね、まあ、予想はしてたんで、なんとか避けれたんですけど、いやー、危ない危ない。どうですかね、皆さん。ADV160 のスピード感が伝わればいいんですけど、もう一回ね、行ってみたいと思います。もう一回帰る前にもう一度やります。ここで一旦ちゃんと停止して、すいません、許してください。何でもしますから。御苑のトンネル2回走ってみたんですけど、動画の方いかがだったでしょうか。僕の感想としては、何でしょう、久しぶりになんかバイク乗っててちょっと怖いなと思いましたね。はい、ということで今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。今回の動画は参考になった、いいねと思ったらぜひグッドボタンをよろしくお願いします。あと、またこれから今後も動画出していくんですけど、 ADV160 に関してこんなこと知りたいとか、こんなこと試してほしいとか、こういうこと知りたいっていうのがあれば、ぜひコメントを書いてくださいね。自分がチャレンジできる、検証できる範囲であれば積極的にやっていきたいと思ってます。それでは動画の方、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。